どうもこんにちは。今回はですね、ハッシュバーナーを研いでみました。去年買ったものなんですけれども、1回もですね、手入れをちょっとしてませんでした。なので、汚れたい放題なのと、刃こぼれがあったりとか、やっぱり切れ味が落ちてきてます。柔らかい薪とかだといいんですけども、こう芯があるような硬い木だとちょっとね、切りづらくなってきてるので、今回はですね、手入れをしてみようと思います。斧の手入れの仕方なんですが、砥石を使ったりだとか、ディスクストーン、なんかこう丸い砥石があるんですが、基本的にそういうものを使うらしいんですけども、もっとですね、身近なものでやりたいなということで、今回はダイヤモンドシャープナー一つで基本的にやってます。まずはとりあえず汚れを落としていきながら、研ぎつつ削っていくと。で、形を整えて最後に仕上げるという感じにしようかなと思います。ハスクバーナー持ってる方ってわかると思うんですけども、そんなにね、切れる斧ではないんですよ。最初からまず届いた時に薪は割れるんですが、もうすごい切れ味だなっていうような斧ではありません。基本的に切るものは薪だけですし、紙とかがスパスパ切れてしまうような切れ味だとちょっと逆に怖いなと思うので、ある程度ですね、研いで薪が割れれば OK という感じにしたいなと思います。刃先を研ぐのにはダイヤモンドシャープナーを使いましたけれども、刃先ではない部分、この辺はですね、耐水ヤスリ、耐水のサンドペーパーですね、この辺に水を含ませて、汚れを落としながら表面を研いでるというような感じになってます。こうして見るとね、最初から耐水ペーパーで磨いとけばよかったなって感じもするんですが、それは次回やるようにしましょう。はい、こんな感じでですね、だいぶピカピカになってきました。
まあ、これぐらい綺麗になってればいいかなということで、今回はこれで終わりにします。それでは巻き終わってみましょう。正直な話ですね、だいぶ切れ味が落ちててなかなか巻きが割れなかったんですけども、やっぱり手入れをすることによってこんな感じで結構スパッと割れるようになってくれました。まあ、これからの時期はですね、焚き火っていうものがすごく楽しい時期になってくるので、今年もですね、このハスクバーナーには活躍してもらおうかなと思ってます。ということで、シロウトのおのとぎでした。